こんにちは。ありがとうございます。高校2年生16歳の安住の心と書いて安美と見ます。よろしくお願いします。はじめに歌わせていただく曲は、彩香さんのみんな空の下という曲です。聴いてください。
ありがとうございました。続いて歌わせていただく曲は、家入レオさんの恋の始まりという曲なんですけど、皆さんで手拍子してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。今月の6月29日にユートピア宝さんで歌わせていただきます。入場チケットと、ご飯を購入していただけたら、見れるので、もしよかったら来てください。よろしくお願いします。あと SNS をやっています。TikTok、Instagram、Twitter をやっています。あとで物販をやるんですけど、そこで QR コード読み取っていただけたら、そこのリンクに飛べるので、もしよかったらフォローしてください。次に歌わせていただく曲は
緑黄色社会さんのメラです。よろしくお願いします。今なんじゃないメラメラとたぎれ眠っているだけの正義、こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。頼りないのかなんて、そりゃそうだよね。だって今もこうして迷ってる。手を取ってくれないか、きっと手くさ。君が僕のヒーローだったように、今なんじゃない、メラメラとたぎる。こんな僕にも潜む正義がどうしようもない。衝動に駆られてほら気づけば手を握っている。ほっとけない、こんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの。ねえねえ待って、僕にちょっと預けてみては。君とどちらが正しいのかなんて誰にもわからないさ。僕らだけの世界、きっとテイクさ。補い合った暁には同じ夢を見たい。たのは少し僕のせいなんだよな。ごめんね、だけど見るべきはリアルだ。今こそ僕が助けるんだ。抱えないで、信じて頼ってほしいんだ。今なんじゃない、とたぎる。こんな僕にも潜む正義がどうしようもない。衝動に駆られてほら気づけば手を握っている。ほっとけない、そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの。ねえねえ待って、僕にちょっと預けてみては。こんな僕も君のヒーローに。続いて、私は、6月からライブ配信を始めました。むちゅうライブというライブアプリで配信をしているんですけど、今イベントに参加していて、そのイベントがむちゅうフェスっていうイベントなんですけど、そのイベントのオーディションに勝つと大原さくら子さんとかリファさんが出るフェスに一緒に出られるので、もしよかったら応援しに来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いての曲で、続いての曲が、
最後の4曲目なんですけど、愛の方、中村剛さんの愛の形という曲です。私の大好きな曲です。聴いてください。これは愛です。